あ、そういえばね、あそこ、青山ウイスキーできたよ。今日もめっちゃいい天気。オープンしたばっかりかな。いいですか？はい、じゃあ。六甲山蒸留所のやつですか？甘い香りがする。いっぱい種類あっあ、たんです。六甲山のでもいろいろあるんですか？中身はすべてスコットランド産のピュアモルトなんですあ、けど、はいはい。樽がそれぞれ違いまして、なるほど。こちらから桜樽、はい。ミスナラ樽はい。で、こちら2つがシェリー樽のはい。ノンピートとピーテッドになります。すごい注ぎ方。こちらがはい。ノンピートノンピで、こト、ちはい。らがピーピーテッテッド。ド、はい。はい。いや、はい、すいません。こちじゃあ、らノが、ンピートの方ですね。はい。ノンピートのシェリーダル。個人的にはさっきの方が自分を好みわーだっってたくな。るよね。ああ。こっちも美味しい。桜だあ、はい。あ、すいません。あ、すいませんです。桜の樽。桜の香りするんかなと思ったけど、そうはしない。入ってるお酒はみんな一緒なんですか？うわ。はい。わかんないけど、味全然違うな。はい。変わりますね。はい。シリダルだとワインをつけてそうなんですよね。はい。ドライフルーツで、こっちは華やかになる。そうですね。はい。桜ダルは珍しくて。あんま聞いたことないですね。なんか、水ならか、シェリーダルかですね。はい。青山ウイスキーの2階。たくさん、ウイスキーが並んでます。で、さっきが、青山ウイスキーってところで試飲させていただいた、六甲山の、六甲山で熟成させてるウイスキー。桜樽という珍しい12年の熟成があって、美味しかったね。六甲山蒸留所。渋谷アロープロジェクト。ここファミマになってる。ほら、なんかいろいろといつの間にか変わってる。東亜が広がってる。で、前アイスクリーム屋だったのが、アイスクリーム屋っても30年ぐらい前だよね。あのファッションのお店だったところがファミマになってた。あ、アイスクリーム屋あった。うん、すげえ。知らぬ間に変わってた。しかし東亜はここはいつまでもある。とりあえずここでランチ入れるかな。あ、そんな混んでなさそうだよ。よだれ鶏。いただきます。あ、うわ、すんごい真っ赤で辛そう。はい。で、きた。うわ、辛い。うわ、辛い。で、四川風冷やしなんとか。わあ、これも辛そうだな。一番辛くないやつにしたんだけど、真っ赤。それではいただきます。やばいな、一番辛くないやつにしたんだけど、すげえ辛いです。けどめっちゃうまい。すげえ辛かったけど美味しかったです。ごちそうさまです。おでこから汗だらだら。意外や意外、大成功。めっちゃ辛かったけどめっちゃ美味しかったです。実はずっとこの店は知ってたんだけど、なんだろう、なんか入らなかったね。本当に意外に良かった。スペイン坂通り大中。例えばさあ、もうかなり前になくなってる。あのさ、ゴーバンズいるじゃん。あれの森若がね、大中で働いてたんだって。で、そのあそこの大中に、森若と一緒に働いていたバイトの人が、実はあの植物系 YouTuber でよく見てる人で、てかね、先輩後輩だっつってね、コラボやっててびっくりした。大中つながりとかっつって。
イケアにやってきました。さあ、それじゃあカメラオフ。ご飯についてる。ついてる、うん、もっと混んでるだろうけど、うん、カメラオフ、はい、よいしょ。イケアでした。小物をちょこちょこ買って何気に、散財しました。うんうん、これはね、まだ大丈夫。この PL エルメ、カタカナで書いてある。 PL エルメ、この立ち飲みでしょ。はい、カールバーにやってきました。ん、いっぱい、うん、いっぱいだけ、いっぱいだけカールバーで、アンディカカオスタウトの S と、あとは、ベルジャンホワイトの S。 ベルジャンホワイト、はい、どうもです。限定があった、こっちの方が良かった。カールバンドビール、はい、乾杯。写真撮らなくていいの？いいの？あ、そう、渋谷なのに。ベルジャンホワイト、いただきます。うまい。前に飲んだ時よりもさらに甘みを感じるような気がする。甘みを欲してる。昼間辛かったから。何ですか、コースター。こっち濃厚。ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうございます。カールバーンでいっぱいやってました。美味しかったね。カルディで買ってきたオレンジワイン、マサレって読むんだっけかな。これを飲みます。はい、乾杯。イタリアのオレンジワイン、マサレ。うん、美味しいな。どう、冷やした方が良さそう。うん、気がするけどな。なるほど、冷やした方がいいそうなんで冷やしましょう。